今日の韓国語。필름이끊기다필름이끊기다휘름が切れる필름휘름끊기다切れる필름이끊기다안녕하세요혼입니다最近ですね僕が酒をそこまで飲んではないですね昔1年生の時大学1年生の時2012年の時はめちゃくちゃ飲んだし軍隊の時も軍隊で休み休暇があって出たらめちゃめちゃ飲んだしやったんですけど最近はなんかそこまでお酒を飲んではないと思っていますでも週1回は飲んでいると思いますけどそのめちゃめちゃ飲むその時がちょっと減りましたいいことですね多分運動しながらそうなったと思いますけど今日はちょっとお酒のついての話をしてみようかと思いますはい、そうですね。韓国が日本に比べてお酒をめちゃめちゃ飲むことは真実だと思います。せめて若者の中ではそうです。僕がまだその、おっさんぐらいの年まではいてはないですので、僕まだ20代なので、その30代、40代、50代がどうかを僕も知らないんですけど、一応20代の中では韓国の方がもっと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 酒を飲むと思います。一応韓国では酒を韓国として二十歳なので日本のとして18、19から飲めますどういうことかとしたら自分が大学に入る年になったら大体飲めることですねそれが法的にそうですもうそういうもんをどうすればいいか僕もわからないですけどもとりあえずそうですタバコも一緒やし韓国として二十歳は韓国人としていろんなことができる時だと思いますねはいじゃあそうしたら今日本当に話したいことがどういうことかしたらですね皆さん大学1年生にみんな韓国人が大学に入ったらめちゃめちゃ酒を飲みますけどなんか倒れたり、もう入ったり、もうなんかいろんなことがあって、もう MT と言ってなんか合宿めっちゃ行きますけど、合宿行っても酒もクソと飲んで、もう潰れたりもいろんなことがありますけど、もちろん僕は日本で大学出たのでその経験がないです。友達とはありますけど、なんか学校ではないんですね。とりあえずそうなんですけど、そういう時、皆さんもし記憶が途中でなくなった時ありますか？うわっ、あそこ来たら。で起きて、昨日あいつとビール買いに行ったことは覚えるけど、その次になんかこけた気もするし、になった時がいるんですか？僕はあります。まあまああります。でその記憶がなくなることがアルコール中毒のめちゃめちゃ低いぐらいの程度だと僕が知っていますけど。でもその基準で見たら韓国人みんなもうアルチューちゃんもうそう見えるかもしれないですけどもまあとりあえずそうですでそういう時韓国で呼ぶおもろい表現が一つありますどういうことかとしたらばろフィルム끊기다ですねフィルム끊기다フィルムが切れるって話しますフィルムが切れるどういう話かなドラマでもよく出るし映画でもよく出るし普通に一般的にもめちゃめちゃよく使うしもうそういう表現なんですけどフィルムが切れるっていうフィルム끊기다っていう言葉ですねどういうことかとしたら一応記憶はなくなることでなんでフィルムが切れたなんか皆さんなんか想像できることありますか僕の YouTube チャンネルをそのこのなんていうかな僕のこうなんかあるんじゃないですか丸いのに僕の写真が入ってるのなんかこうやっているここがありますけどそれがビデオカメラのフィルムの時代の時のカメラです僕はそんな勉強をしたのでそれも撮ってみたんですけどそのフィルムが切れたっていうことですねだから記録されているが途中で切れたなくなったっていうことですなので韓国では記憶が途中でなくなったらフィルムが切れた後よく話しますそうですねでもフィルムが切れたっていうことがですねフィルムが切れた時僕の経験なんですけど倒れてほんまその瞬間寝ちゃって
フィルムが切れる時もありますけど、普通に4つでフィルムは切れたけど、その続きで僕がいろんなことをやる時もありますね。僕いつもフィルムが1回切れたらちょっと怖いんです。僕の記憶にない僕がどういうことをしたかちょっと怖いなので。そうですけど、でも皆さんですね、僕は酒を飲んだら優しくなる人です。優しくなるし、なんか謝るし、ちょっとそんなことがある人なんですが、もうとりあえずそうです皆さん。なので韓国でフィルムが切れた、フィルムが切れたって話したら、それは酒を飲んで記憶がなくなったっていうことですね。じゃあ今日の話はここまでです。皆さん今日も見てくれてありがとうございます。皆さんお酒僕も好きやし、大好きやし、よく飲むのも好きやし、まあそうなんですけど、まあお酒の話はいっぱいいっぱいあるので、また次の動画でまたお酒の話で始まってみるようにします。じゃあ今日はほんまにここまで、皆さん今日見てくれてありがとうございます。